昭州市は中華人民共和国福建省南東部に位置する地球市。1986年に国家歴史文化名城に指定されている。秦による中国統一が達成されると、紀元前222年に中軍が置かれ、全館に両山を境界として南越、古市の両国に分割された。全館が南越、古市の両国を滅ぼすと南海軍形容権。 海警軍交換県の管轄に置かれた。三国時代の暮れにより、県安軍が置かれ、南海軍慶應圏、県安軍東安県に属した。進むにより進む安、軍、吉安軍が置かれ、吉安軍水安県、進む安、高利進む安県に属した。南朝張により南安軍が置かれ、吉安軍水安県、南安、高利流経県、乱水圏に属した。 589年、隋が南朝鎮を滅ぼすと、南安軍は廃止されて、泉州に編入された。686年、唐により、昇州が置かれた。4四四つ区、七県を管轄する。昇州千区流慶地区昇州市民南語が話されている。昇州市外の方言では、アモイ音や泉州音にないシー因、DZ や母音という音を使う特徴があり、 成長は、アモイと比べて、影表彰、陽平成、陽日照が低い。また、西北部では、八カ号を話す地域もある。消州分量体制度の、南安市、田西港泥群国家級、重点文物保護谷、陽秀明秋、昇方言成長予地域文化研究、2008年、中国社会科学出版社、北京、 ISBN 978から7から500475576、祖径富、昌州風味祭、府、2000年、福建人民出版社、復讐、ISBN7 から211036567。ありがとうございます。